どうだ、おいしい、うん、うん、念願の。お寿司を取りに行くねんな。お寿司を取りに。ゆうちゃん何からって？マグロ？マグロから行く。はい、了解了解。はい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 。今あれやな、ほんまにテイクアウトばっかりやな。世の中はテイクアウトです。テイクアウトもしたげな、お店潰れるで、うん、自分らの町から食べ物屋さんなくなるで、うん、外食できひんくなる、そういう応援をしてあげなあかんねな、うん、テイクアウトとかしてあげたら助かるお店もあるからさ、な、自分も楽やし、そうそう、毎日毎日じゃなくて、うん、あとあとな、なんかこう収束した時に食べるところがもう全部潰れとったやから、そんな街嫌やろ、うん、次これ、はいよ、どうだ、まだ食べてないの、うまい、どう？くれんのかい？お刺身かけて。ひど。映ってんな。あ、ゆうさんのチャーハン、唐揚げ、餃子に、うん、これのお玉に、うん、お肉では、これなんだろうね、うん、これ何やった、何これ、これ、うん、違うよ、これ、これ、うん、なあ、さあ、わからん、見て見て、合成や中華屋バイキングのお弁当を買ってきました。650円、650円、500円だかな、なんかホタテ、あ、ホタテやって、すごい、いや、ホタテ、もどきの、あ、もどきなんかかまぼこか、ゆーちゃん上手にすくってよ、落ちる、うん、ゆうちゃんさ、それ座らん、はい、いただきます、それで乗り越えられるんかな、はい、はい、あ、パパの方、エビ、エビ釣り、パパ、エビ好き、うん、米少なめやな、うん、おかずの麺、うん、あるよ、冷凍ご飯食べなければ、ゆうちゃん残ったら、ゆうちゃんのいただこうかな、エビよりこぼした方が量多い、おいしい、お茶これゆうちゃん、あんこ入ってんで、ごま団子、お、チャーハン美味しいな、これ一回だけ食べてみる、ごま団子、うん、食べてごらん、後でにして、うん、これあんこやからおやつや、うん、あ、パパの趣味のじゃがいもや、新じゃがの、ここにも入ってあるの、新じゃがのやつや今日はガストのテイクアウトドイス、ええ顔してる、いや、足もだるいね、足だるいねんな、今日いっぱい歩いたからな、いっぱい歩いて足だるくてもうご機嫌斜めやからな、今日はな、知らんゆうちゃんがあそこまで行きたいって言ってんね、いただきます、おいしい、ソイさん美味しいわ、これパパこのソース売って、うん、
高級サラダ、石は高級サラダ、うん、ハバネロソースあるけど、うん、ハバネロソース、それが辛いのいらだよ。一個温めてもらっていい、うん、めえ、めえ、そうなんですよ。今日はね、マスク越しになってしまいますんでね、はい、どうしても、はい、もうマスクを取った姿を見たい方は前の動画を見てください。あ、でもさっきの話ね、席、人がね、一人一人変わるたびに消毒するってね、消毒してますね、ねえ、そうです、そうです、すごいですよね、やっぱりその辺だけは徹底してますね、ね、はい、うん、だから今日はね、マスク越しで我慢してくださいね。このヘッドスパが、でもやっぱりしてますね。ねえ、本当癒されるわね。ちょっと今年あたりもしかしたら、でも可能性としては。美味しそうやな。待ってや。何してんの。あ、ライトがまぶしいんか。インクも入れといた。うん、どうだ。今入れてる。これ数入りやな。飛び散った。麺が固まった。どうですか。酢が入ってる方が美味しい。失礼、混ざりへん。混ざりへん。ちょっと固まっちゃった。ゆうちゃんの意見に混ざり。いただきます。ジュージューしたいね。あ、混ぜ混ぜして。嬉しないやつはママしてくれる。ゆうちゃん、ひっかりの作ったよ。うん、やっぱうまいな。やっぱこいつはうまい。うん、こってりやな。うん、うれしい。ういっ、うん、ええ顔したんだ、ゆうちゃん。落ちる落ちる。お酢もええね。半分食べてから。うん、まず半分食べて。じゃなかった。ちょっとラー油も。もう何味合う。ラー油、辛いやつ。辛いやつ。うん、ラー油もうまい。うまい。うまい。うまい棒みたいな。うまい棒みたい。うん、虫狙ってんの。虫とか狙ってんねん。狙ってる、うん、でも青虫さんちょっと気持ち悪かったな。ちょっと帰ったくも甘いの。虫さん食いた
の。何なのかそれ。お。イエーイ。イエーイ。みーちゃんできる？みーちゃんできるかこれ。やってみる？うん。せーの。よいしょー、できたー。イエーイ。パチ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 。ふっくらしてますな。そういうこれピッとポンポンって押したらふっくらにならへんからさ。めっちゃふっくらしてる。ふっくらしてる。うわぁ、ゆうちゃんまたそれをパパってやるよ。いしょな、パパのところでやろうか。うわ、おいしそうできてるわ、ゆうちゃんの。うわ、すごいいい色してるわ。なあと2分、あと2分。ゲウ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 ゲゲウ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 。じいちゃんの手しか楽しみやな。ゆうちゃんしっかり混ぜ混ぜしてくれれば多分うまい。うまい、今日はおいしい。すいません、パパは男の子やからうまいでええねん。みーちゃん女の子やからおいしいにして。ふわふわになってるわ。よかった。お好み焼きはふわふわじゃないとおいしい。すごかったよな、開けた時のあのふわふわ感。踊ってるわ。踊ってまんな、あっちがいいじゃん。うわーい、おいしそう。おいしそうやな、楽しみやな。みーちゃんママにいただきます。まっ、やっぱ焼いたら違うよ。いただきます。食べれてる、ゆうちゃん。うん、おいしいね。うん、おいしい、おいしい。ふわふわでおいしい。ゆうちゃんもおいしい。うん、まーい。うん、うまっ。やっぱ食べる、やっぱ焼こうって思うな。ありがたい。やっぱ家で焼こうって思うよな。ね、安上がりやし、うん、ちょっと今キャベツ高いけどな。まあな、ちょっとびっくりした。うまいな。うまいな。キャベツあれだけ食うのは大変やな。もううまいわ。ママあれは言うやつにママにしなかった。うん、次はたこ焼きパーティーやないみたいな。たこパ、何入れる、たこ焼きに。ゆうちゃんの好きなたこ入れるのはいいねんけど、他にコーンとか入れちゃう。チーズとか。あと何入れる。ウィンナー。納豆。何でもいいねん。納豆って昔あったわ、なんか食わされても最悪やったわ。しば漬け。何でもいいねん。全国のマダムの皆様、お待たせいたしました。天才ボヤッキー様の登場でございますわよ。ボヤッキーからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。